んか、政府がガソリン税の一部を軽減するトリガー条項の発動を見送る方針を固めたことに批判が殺到してるみたい。なんだか岸田政権のやることなすこと批判の嵐。もう末期だとしか言いようがないよね。ではまずは、詳細から見てみるね。政府は、ガソリン価格の上昇抑制策を継続する一方、ガソリン税の一部を軽減するトリガー条項の発動は見送る方針を固めた。政府関係者が明らかにした。現在、運用が凍結されているトリガー条項の発動には、法改正が必要。ガソリン価格の動向が不透明な中、当面は現行の補助金制度をベースに柔軟に対応する必要があると判断した。与党との協議を踏まえて最終決定する。トリガー条項は、レギュラーガソリン価格が1リットルあたり160円を3ヶ月連続で超えた場合、揮発油税、ガソリン税のほぼ半分に相当する約25円の課税を停止し、価格を引き下げる制度。3ヶ月連続で130円を下回った場合は、元の税額に戻す仕組み。民主党政権時の2010年に導入されたが、東日本大震災の復興財源を確保する目的で、11年から凍結されている。トリガー条項をめぐっては、22年に凍結解除を主張する国民民主が自民、公明と協議を重ねたが、合意に至らず見送られた経緯がある。ただ、与野党内には凍結解除を求める声も根強く、今後もガソリン価格の上昇が続けば、議論が再燃する可能性もある。そして、この報道に対し、次のような苦言が殺到。玉木雄一郎、国民民主党代表。引き続き、毎日言う。まずは補助金の延長でいいが、同時にトリガー条項発動による減税や暫定税率&二重課税の廃止も検討せよ。6月20日、国民民主党は、1、現行補助の半年延長。2、トリガー条項発動。3、暫定税率や二重課税の廃止。の3つをセットで提言している。もっと動け。アンクケナポリ。税収が過去最高を記録しても、震災復興財源が確保できない、との理由から、かたくなにトリガー条項の発動を拒絶する岸田政権。国民の税負担を軽減するのではなく、事業者に金をばらまくいつもの補助金スキームで切り抜けようとごまかす岸田政権。もういい加減にしてほしい。6F。おい、トリガー条項の発動でガソリン価格を25円値下げできるのに、なんで見送るのだ。3年連続で税収が過去最高を更新しているのに、どこまでこのポチ内閣は国民の暮らしを苦しめれば気が済むのだ。城之内美奈。トリガー条項を発動しない方が消費税収は上がるし、減税の癖がつかないので、財務省と傀儡の岸田さんには都合がいい。政治家も官僚も固定給なので、民間の会社や庶民が給しようとも、痛くもかゆくもない。アイリレシ555。へりくつだけは一丁前の岸田内閣。武井壮。ガソリン高騰。トリガー条項発動せよ。暫定税率いつまでも取り続けるのもなんだかな、だし、二重課税だし。ガソリンだけじゃなく、黙ってたら、そこかしこに意味不明税が増えていくんじゃねえかな、これ。杏仁さん。さらに偉いこっちゃ。トリガー条項の凍結解除求む。ヒマロ。ね、国民ラストでしょ。もうやめましょ。岸田首相がトリガー条項発動を躊躇するのは、税収が減ることに財務省が徹底的に抵抗しているから。財務省の意向が他の派閥より反映されやすく、総理は簡単にトリガーを引ける環境にいないというわけです。他にも、過去最高の税収やん。トリガー条項なんでやらんな。成長減税したら、何が何でも減税はしたくないんだろうな。補正予算通すのも国会の議決がいるやん。やりたくない言い訳はいいよ。法改正が困難とかなんとか、面倒くさがってないでやってくれよ。立法府はそれが仕事だろうに。取ってばらまいて国民に施してる感出したいだけだもんな。
ばらまく経費が無駄なことに突き付くんだよ。国民民主が挙げた手前、プライドが邪魔してんだろうな。周りの利権もあるだろうし。こうやって今まで30年を無駄にして、これからも無駄にしてくんだろうな。都合のいいように凍結したままにして、法改正だって話題になり始めた頃からどれくらいの月日が経ちましたか？ただ単純にやりたくないだけでしょ。減税になることは、税収過去最高に増やしたという実績を作りたいだけ。国民のこと考えず、結局いつも何も変えることができず、本当にこの国は国民に冷たい、ひどい国だと思う。すでにガソリン代は160円を優に超え、180円台に突入してるからね。どう考えてもトリガー条項を発動するべきだよね。でも岸田政権はトリガー条項ではなく補助金で乗り切ろうとする始末。いい加減岸田首相は国民の声に聞く力を発揮すべきだよ。あまりにも国民を軽視しすぎだと思う。まあしかし、今頃聞く力を発揮しても時すでに遅しかもしれないけれど。とにかく多くの国民が苦しんでいます。岸田政権はこの惨状を打開すべく、真っ当な政策を行うようお願いいたします。